そのままライディングライト、フラッシュポイントからのフラッシュフラッシュのイン。さらにフォールトラインをスポン側に。ファーストブラッドはリバブロ、ヘッドショットでクルーズを落としています。ベリアリがまだ生存中、1人返して4対4。巻き側から2人で押さえていく。フェンネルのログが並んでいる。ツオンツー、さあ、あと一歩進めないイグニス。最後の1人だ。さあ、ポポガチが返して1-on-1。まだデリアリがいる。フラッシュもらって最後はポポガチそのまま設置に。残ったポポガチ、これネビュラでスモークで隠していますが、選んだのは B。 テルンで入ってきましたが、勝負の音が聞こえていたので B サイトからの出る瞬間は背後を取った。うわー、ミッチ A でキャリアダウン。さあ、残ったのは1名ポポガチ。最後もミッチ A C か。相手の位置を見つけにいます。ペッパーがすでにCロングを進んでいい、侵入しています。ゼロ距離フラッツ、そして前に出ていく。ペッパーリパブロキルを取ってきますが、ミッチが1人返しています。4対3。ミッチ選手の見事なカバー。そして一旦来ます、ナノスタウンで前に出れません。ハンターズキュウリを放ってるのは天才。おっと、落とした。1人落としきります。設置はできてはいますが、人数差はイーブン。わあ、ここで蘇生をされてしまうとかなり苦しい。ミッチがデリアリを起こします。ロング設置、 C ロングに3名引いています。ガイディングライトからのガイディングライト、左の小部屋、そして右にいるのが分かりました。返すのボボガチのフラッシュ、しっかり相手を待っている。お互い削り合って2対3。デリアリ天才、ワンオツ。残ったのはガレージのリパブロ。最後はデリアリでした。うん、いやでもフェンネルの守り方が面白い、はい。さあ、これがファーストラウンドの見せた動き。おお、上のさあ、上のターン、そこ落としたペッパー、よく落としきった。ただ武器差があるか。クルズ、ミッチーと控えているこの C サイト、突破することはできません。ただ3名削ることで真っ二つに平凡切ってきます。さあ、このまま A に入っていきそうな動きを見せています。おお、が3名いる。うん、タワーですね。しかし天才しっかり入れ込んでヘッドショット、手前の設置、この音が聞こえていないか。ゼロ距離フラッシュ、ただポエムがカバー、見事です。リコンボルトには映っています。スモーク中での勝負、取ったのはポエム。4対3、弾がなかった。デリアリポポ勝ち、お互いのカバーが続きます。弾がない、ツオンツー。さあ、これはオイタンとしても解除されてる音は聞こえません。グラビティウェル吸い込んだところ、最後はリパブル、非常に強力ですね。そうですね、引っ張られてしまって解除はできない。さあ、ここはエロング、爪の判断のフェンネルですが、そこを対応したのはブラックバードイグニス。爪警戒ができています。フォールトラインからの右側もしっかりさばいていく。いや、これがブリーチの強いところですよ。シーカーが溜まったので待ったなしで使用していきます。そのまま A に侵入、もう一枚、うまい、中央の道を抑えた。ペッパー上に乗って味方の道を切り開きます。さあ、一旦設置フェイク、リパブロはラークしてガレージに。こうなると取り返しクルーズがジャッジですが、少し取り返しづらいかもしれません。うん、これまだあとセンター2残ってるんですね。そうですね、面白い動きですよね。ここだよ。おそらく削れるならば倒していきたいような配置でしょう。はい、オイタンリパブロがまだ中央に残っています。ああ、削りに行きますね。ペッパー、そしてジャッジ、クルズがバンダローを回収。待ったなしのフォールトライン、ポエムからのスタンです。ワンオフォー、キープできるかクルズ。さあ、中央ガレージからはリパブロ。お、ワンピック、相手の武器がまだわからない、ギリギリまで鳴らせません。そしてその頃本命は C です。おお、ワンショットワンキル、デリアリケージ機能、やりにケージ耐えてシーカーでしっかり書いています。このシーカーを打ったのはディフェンダーサイド、ジンクスのシーカーではありますが、リアリ2人目、天才うまく相手を引き込んで引き込んで潰していきます。ツオンツーチャンスになるか、フレンジ。さあ、ワンオンワン、最後の1人だ、ミチ、ここでバリアオーブ、まさかの、まさかのバッキティが、あー、そのまま設置はできません。スリッピー、最後はバッキーで仕留めた。 A と、ガレージの方で、そしてオールドローン中央をクリアリングするのは天才です。ディフェンダーサイドのフェンネルのオールドローン中央をクリアリング、おそらく2名中央のオイタン、リパブロは見つかっていません。お、打ちますね、打ってきましたね。
A 面に入っていることは分かっている。映っている。ストライク切った。しかもローリングサンダーを持ってた。ポエムを落としきりました。そして B には入られている。分かっている。これが繊細のプレー。ミッチがカバー、リパブル落としています。2対4。スパイク入手。ブラックバードイグニスタイムアウト後、ここは何か作戦があったかもしれませんが、天才によって出花をくじかれました。そしてデリアリー、カメラでしっかり確認。右側に入ってきたペッパーも落とし切っています。ほぼ勝ちのフラッシュ。左さばいて正面では天才3人目。ここで逆転はフェンネル、5対4です。さあここで捕まってしまったのはミッチ。少し手前に行くタイミングが早かったか。ポエムは裏から来るところをしっかりフォールトライン、オールドローン破壊していきます。場所を補足されましたが位置を変えていきます。さあ天才裏を取っていたんですが、そこをオイタンが抑えます。 B ではペッパーと、スリフティーなるか。アルティメットペッパーが入ってくる。さあシーカーも入っています。残ったのはどこだと。ペッパーが道を追いかける。スリフティー、ブラックバードイングリス武器はなく、ペッパー強気で中央 B のクリアリングをしていく。道をさばき、でここケアできてるんですよね、アラームボットで。ただ無理はしないブラックバード。そしてポポガチが天才を落とします。で A サイトに侵入と、うん、しかも、はい、そうですね、まあ、ポポガチ選手に設置させてシーカーを使わせるわけではなかったんですけども、1キルすれば使えますからね。さあお互いがここ分かちますよ。わあ耐えてる。まずはクルーズが分かちます。ロングと下水道の車線を切り、ポポガチは左からフラッシュ。ポエムのアフターショック、ジンクスに刺さっています。おお、スモーゴシから、そして待ったなしのシーカー。どこだクルスト、上がっていくのはポポガチ。フラッシュも入っている。レージ2名、ロング2名で裏を取ってリテイクをしようと狙うのはブラックバードイグニス。クルスがポエムを落とします。タイミングとしてはリパブロどうする、非常に戦いにくいタイミング。天才がリパブロ落としています。スポーン側、ガレージ側、ペッパーがミッチを落として3対4。ポポガチとしては急ぎたいタイミング。ハンドガンでのロング設置、どれだけあとは時間を稼げるか。リコンボルトからのフラッシュ、これはもう苦しいですかね。前に出るしかありません。1人まだ時間はある。2人強い。4人ワンチャンスあります。ガチだこの人。いやー、ヘリアリが3サイトラにヘルウィンドで引いていきます。下水道型ジンクス、そしてクルーズ、よーちこのレンジの打ち合いはスペクターでも十分だ。バリアオブ、スポーンからの取り返しを阻止します。うん、2on5、さすがに取り返しは厳しいですね。キープしますフェンデル、あめの細かい動きうまいですね。そして調整ラウンドになりましたが、ポポガチが中央を返していきます。目の前敵が来るのは分かっている。2人目と狙ったところをミッチーがしっかり待ってポポガチを抑えています。4対3。武器差もあります。そして人数差も有利なのがフェンデル。リバブロ、いやーこの車線、そしてフレンジーは強い。ヘッドショットをデリアリー落とし切ります。バイクを設置。ミッチーのスローブ、問題はスローブに加えてバリアオーブなので、かなり時間を稼がれてしまうんですよね、はい、リバブロがどうするか。スター設置、ロング下水道とネビュラを焚いてスモークで車線を切ります。ミッチが壁の上に乗っている。グラビティベル吸い込まれる。リパブロ一旦引きます。壁を割ってもまだ裏にいた。そしてまだ裏に入ってももう分かっている。そしてここで味方からのスターのカバー、ワンオツー、残ったのは置いたんです。残り1名、ワンオワン十分削りましたが、最後はクルズが取ってフェンデルがラウンド9本目を取得です。お、ミチがジャンプしながらバリアオーブ。ここよ、逃げられないぞ。ハンターズキュウリーは天才です。そうですね、さすがにこれは破壊するためのハンターズキュウリー。ペッパージンクス、ここは反応できませんでした。箱上に乗っています。お互いカバーを続けてクルズ、リパブロ、そして2オン3、1オン3、残ったのは置いたんです。サイト裏、引いていくクルーズを捉えることはできません。ロング反応へのタレットではあります。天才の見事なリコンボルト、
これはプレッシャー。ただロングを抑えた。ワンオス。ただデリアリはスポーンに回っています。あわよとしては先ほどジンクスのフラッシュに加えて一気にラッシュの形で入ったんですけども、はい、ただラッシュが来ないということでベッパー選手が小さい人の方に寄ってますね。逃げても無駄。さあフォールトラインあと30秒外ここはそのまま C か。デリアリガレージの勝負。そのまま相手の位置を炙り出します。天才リコンボルトが刺さっている。顔を出したペッパーを抑えていきました。3対3。いやーこれはジンクスのラークが刺されそうですね、はい、スパイクを設置。グラビティベルでスポーン側が引っ張られます。2対3。人数差は1。オールトラインも上がります。フラッシュポイントもまだある。セントリー設置。ロング垂れておいて天才の位置はつかめないか。クリアリングはしたがしっかり待っていた天才。そして最後はジンクスが追い倒としてマッチポイント12対7。対して、ジンクス選手がアクションを起こしてシーカーも使って、はい、そしてここはフェンネルとしてはあまり見せていませんでした。 B へのプレッシャー。おとだ詰めてますよ。 A そうですね。ブラックバードイグニスは A を詰めています。裏を取っていく。天才が時間を稼ぐ。1人2人超絶 M。 3人目は気づかないか。リパブルが飛び込んで天才を抑えています。4対3。そして B サイトの設置ローリングサンダーポエム。まだ B サイトに設置できていません。フェネル中央窓ジンクスが裁く。2対4。どうも出すよ。バイクを設置。ポエムアフターショックで時間を稼ぎています。その間ジャッジを持ったオイタンが中央広場に出て B バックとはポエムの勝負。ミガさばいて。まだ B バックに入ってるのは分かっています。ジンクスが時間を稼ぐ。お互いのトレード、ワンオンツー、体力は挟まれ相手をその、揺さぶるような形で A サイトに寄せるような形だったんですけど、はい、ただキープ中も取れていませんし、少し狭いぞエリアが。ここから取りに行きます。フラッシュイン、ペッパーがヘッドショットクルーズ落としています。裏はポポ勝ち。ここを抑えたのデリアリ。そこを抑えたのは大きい。4対4。あとは正面だけですね。はい、ランプ前、一人さばいて、ポエムドロートレード、デリアリ、そしてジンクスもダブルキル。ワンオツーです。うわー、ジンクス生き残っているのは体力1、おいたんは22。会場鳴らして炙り出す。後ろからジンクス、体力1でも生きていれば何かがある。それがバロランと。そうですね、形。そしてフラッシュジンクス。いやー、フラッシュ入っている。うわー、ペッパーの肩当たった。ペッパーダブルキル。ただミッチー天才こじ開けます。あと30。ここからのテレポート、リパブロがいい位置に。なんでそんなとこにいるんだ。素晴らしいポイントです。そうですね、シャワーを抜けて相手がテレポーターで飛んでくるのを分かっていて、その裏をついていました。いやー、そのウィンドウ側アクションがなくて、はい、ガーデン側にプレイヤーが多いということは、イコール A 側に飛ぶ可能性があるんですよね。そういうこと。ミッチーは単独です。ポエム、リパブロ2人でシャワーを抑えています。ポエム選手ダメージを多くもらい、体力は17。ジンクスは B の窓。一旦ポエム選手は B にスイッチしますね。ペッパー選手と入れ替わってリグロスで回復もらいます。そうですね、ポエムを回復しながらジャンプしながらもピークしていきます。ゆっくりと B に集まっていくのはフェンネル。スティームビーコンからのインセンディアリー。リコンボルトも入っています。ポポカチの位置を見つけた。フラッシュ、そこもすでに避けている。ジグスが抑える。ポポカチが一人手前。天才が窓からのカバー。リパブロのシーカー。2対3。終わって、 B サイトが戦場にワンオーツー。残ったのはジンクス。窓から降りれない。ジンクスを窓から降ろさせないのがイグニス。ジンクス降りてダメージをもらう。ネビラの中、右もしっかり確認。そのままスモーク抜きを置いた。こう予想してのワンショット。ワンショット、これがプロのキル。さあ壁抜き来るぜ。ジもそうですよね。ブーモットあえて出る。リパブロ、そしてミッチのオペレーター、うん、リパブロを落とし切ります。5対2。さらにはジンクスのシーカーも入っています。わー、重ねて天才のオールドロン。ペッパーの位置が捕捉されました。ブラックバードイグニスに逃げ場はありません。スパイクを設置。
さあこうなると取り返しというものが非常に難しくて、オペレーターだと、はい、待つ分にはいいんですけども、自分から行く分に関しては難しいんですよね、はい、なのでここの判断はまあキープの判断なんですけども、ただ相手にオペレーターをキープされたくないフェンネルとしては削る動きというものをしていきたいですね。強気に行きますかね。ポポ勝ちもここ見つかってしまいます。まあでも狩りに行く動きは見せてますね。そうですね、 B 側に引かないようにもう B サイトは掌握してる。あれ B にいないぞ、ハテナマークってなってるかもしれないですね。段構えで B の窓を守っています。ブラックバードイングス、リパブローがジンクスを抑えた、うん、B の窓を守った。さあここはテレポートで飛ぶ判断、最終的には A のシャワー A。 ただ A 側は2名で固めていますよ。さあポエム止めれるかどうか。ほうバイパスピットクルーズバットなし、その中に入っていく。どうだ、ポエムも落とされてしまう。アフターショック、オイタンが設置を阻止する。何が行われているか分かんねえ。時間がとりあえずない。ローリングサンダーで設置を止めます。そしてオービトラストライクで相手を逃がさない構え。いや逃げません、リパブロ前に出ました。むしろ倒していますね。シャワーの道を抑えます。人数差有利、ブラックバードイングス、ディフェンダーサイド、ポポ勝ちのシーカー、そこを B ショートでしっかりさばきます。これジンクス挟まれています。ポポ勝ちすでにロングを進行、頑張ってる。倒すんです。ジンクスがこじ開けました。 B サイトへのフラッシュ、オペレーター、そこもこじ上げたのはジンクス。破壊していく。ジンクスの対応力ですよ。トレルベーザー。B サイトをある程度確認。そして置いたん A ショート前に出ます。情報取りに行く。3v3。デリアリが設置。どう取り返すブラックバードイグニス。おそらく、あでも空爆はクルス選手は行わないような形ですね。スネークバイト、ね、足止めのスネークバイト。毒を蹴ネビラ、窓からカバーができません。ポエムがゆっくり進行。ホールドラインスネークバイト、時間を稼がれます。クルスが火を取る。ロングをこじ開けない。ポエム、時間を稼ぐジンクス、時間を稼ぐジンクス。残り1名、1人潰しのワンワン、これは解除ができません。時間ありませんね。うん、ポエムとしては引くしかありませんでした。フェンネル4対4パーティータイム。さあパーティーに参加しなかったのはブラックバードイングス。今度は俺も待つよ。カウンターパーティータイムはポエム、そこを返したのはジンクス。待ったなしでシーカー、ランプを取りに行きます。フラッシュからイグニス、来るなら来いと。スクリーン越しで何を見合ってる。寝てなと大板を抑え込みました。2対4、テレポーターで飛んで本命はビーカー、逃がさないのはポポ勝ちです。2オン3、フェンネルはそのまま B サイトへ設置。これどうですかね、取り返しとしてもブラックバードイングス、リパブロ選手体力ありません。そしてお互いカバーできないポジションです。そうですね、タックル選手のこの空爆ポイントに気づけていた。残り1名、後打ちクルーズ、落ち着いてヘッドショット。天才足音を聞いてあくまで顔を出しません。これが頭脳プレー。ません、壁越しでの銃声を鳴らしてピーク、少し道を引かせることに成功。リコンボルト、スネークバイト、インセンディアリー、ジンクスが前に出る。足は止めるがワンピックは取られている。いやランプ前もジンクス抑えていく。アフターショック設置は間に合った。リバブロよく出た。体力は4、決死の覚悟です。3対4、うまいミッチ。そしてダメ押し、クルーズの世界が広がる領域展開。お互いのワンワントレード2対3。ただ抜いた、天才3人抜き、逃げられないぞ。イグニス流れを変えるために3名で B ショートを出ます。ハンターズヒューリーが来る。ブラストバックよけていく。ポエムよくよけた。そしてファーストピック、ジンクスを抑えています。4名となったフェンネル、どうする。 A にブリーチがいるのも分かっている。上からペッパー、うまい。ローリングサンダーもあります。しかも相手を足止めしてますね。ローリングサンダー動けない。ミッチ、そして天才も抑える。デニエルが1人返してのワンオンフォー。フラッシュはよけている。ここは落ち着いてポエム、最後にデリアリを抑えて5本目。さあ飛び込んでいったのはペッパー、
左降りたところ後ろカバーが間に合っていない。リロードのタイミング天才、一旦引いてクルスのスネークバイトも入っている。ジョックボルトから IQ が高すぎる天才、名の通り。さらにはリコンボルト、おいたんの位置もバレているのか。105長年相場やってるだけあって天才のあの動きですよ。前半最終ラウンド非常にいい形で終われたブラックバドウィグス、流れを変えること成功したかと思いきや、後半1ラウンド目フェンネルがブラックバドウィグスを食らいます。最後はデリアリヘッドショットにリパ、そうですね、はい、まずは1人スネークバイトも入ってる。自爆覚悟のペイントだお互いのキルトレード3対3、イグニスとしてはいい形、そのまま逃がしません。デリアリを追いかける、デリアリを追いかける、全力で逃げるデリアリ、スモーク迎え撃つ形、リロードのタイミングもない、全力で行くデリアリ、追いかけるイグニス、追いかけるイグニス、これデリアリが逃げる、デリアリが逃げる、追いかけるタイム、トライゲット3対2、時間がない、残り10秒、そのまま横から車線を通していくのはペッパー、いやー、守り抜く、天才を落とした、ワンチャンサル、ワンツー、ノータル、クルーズ、1人さばいてるワンワン、ゴースを近いて、上に置いた、場所を割れていない、サミティが、置いた、抑えたクルーズを。スレフティロス、ね、そうですね、ブリムストーンもいるし、はい、スカイがいるので束縛クラッシュの警戒です。1素晴らしいワンウェイのスモークからペイントダウン、おクラッシュ、おおペイントダウンで2人持っていった。最後の1人クルーズが2人返してワンオーフォー、ブーボットをギリギリで破壊、ランプ進行はできません。スネークバイト、オールドロでさらに位置が割れてしまう。ポポ勝ちスパイクは持っています。飛んだところで待ってるな、ジンクス、道はない、逃げ場はありません。ポーガチ1オスリー、飛んでもこれジンクスがいるので囲まれてますよ。さらにフラッシュ、いやー、ここはデリアリのカバー、見事か。シャワーは一旦無視する方向、ステークバイト前に出てくる、そしてクルズ鉄板です。バイパースピットからのジャッジ、天才がダブルキル、2オン4、何も見えない。こんなバインド嫌だのなんか例えの一つかもしれません。緑一色ですね、緑一色です、箱も緑ですかね。前に出たリパブロ、タワーからはデリアリ、最後はミッチーで、いけないですね。フォートライン、ショートはすでに入っている、同時に入っていった、これは挟めたか、挟めたか、ミッチーが守る、鉄板がこちら来た、天才の判断付きより、いや十分な働きです。4対3、ジンクスがオーディンで迎え撃つ、取り返しに来ます、顔を出せ、顔を出せときます。ポエムの距離、いや、ジャッジの距離、罪を犯すのか、いや、天才が返した。3対3、アフターショック終わったところ、ジリ天才3人目、3対2、残り1名。さあここはリパブロ耐えれるか、解除中、ワンオツ、弾幕が来る、弾幕が来る、いや、うまくいくぞ。怖いのはジンクスとデリアリのアビリティが間もなく上がるというところ。ポエム最後のパーティータイムとなるのか、決めた、ダブルキル、こじ上げた、まだだまだだ、ジンクスがダメージをもらう、アフターショック、逃げ場がない、フェンネル、デリアリ上から来るぞ、設置はできています、イグニスを通させません、なんとか引けた4名。3名での取り返し、フェンネルフラッシュ、ペッパーには効いていません、ダブルキル、3人目には行きませんでした。しかしよく粘った、ワオスリー、最後はポエムです。問題はジンクスのシーカーがあることですね。 A ショートからのエントリー、フラッシュ避けてるのは天才、 OM がジャッジで入ってくる、そこをさばいたのは天才、ショックボルト、ペッパー、ポポ勝ちがさらに A サイトを分けていく、コズミックディバイド、あ、リパブロが A サイトを切りました。注意して、注意して、しっかりとランプの中で待っています。フラッシュ見えない、ホームが広げていく、お互いコスミックディバイドのまた戻り、フラッシュ見えないでしょ、引いて
横からカバーは置いたん。2対4、中央もペッパークリアリングして残ったな。デリアリワンフォーです。顔出しません。ブラックバードイグニス確実に取るために出す必要ない。最後はそして B 攻めを企んでるな。ブラックバードイグニス、うわー、バットは未知、エントリー役のポエムを落としました。トレルベザー追いたんがいるのを確認。スクリーンがおります。 A ショートはクルズ。いやー、これショート側も詰めづらいですし、 B 側はオペレーター、お、決めますか。ボーリングサンダーレディー、ここだここだここだ。ランプに打つ判断です。そうですね、クルズをぶっ飛ばすのか。スネークバイト、このトレルブレザーに対してのスネークバイトです。そしてローリングサンダー、もう一頭のスネークバイト。どうする、ペッパーはすでに中を待って越えています。 A サイトまで入っている。クルズはシャワーに挟み込めていない。ブラックバードユニス、ただ体力が厳しいか。なんとか回復、ただミッチ2人目オペレーター、あと30秒正面での勝負。ジンクス、ワンオーバー、サイドラインにとって命のラウンド、うん、そしてこの命のラウンドの手前でフェンネルの